君の耳元紡ぐいい音チルのミュージックつづるダイアリーダイアリー君の耳元紡ぐいい音チルのミュージックつづるダイアリーチルミュージックダイアリー何をそんなに飽きずに毎日やってんのかなって思うよ最近もともと誰に何を言われ始めたわけじゃなく何も疑わず勝手にやってる久々な友達に会えば聞かれる現状音楽と答えりゃそれで食えんの少しのパンとコーヒーは買えるし、あの熊本の白山通り来ておりますっていうのもですね、高校の同級生が今ジブラルタにいるんですけど、高校の同級生とですね、まあ、ランチミーティング的なところで今日は来ておりますということで一時待ち合わせで、まあ、僕はね30分前行動なんで30分前について今待ってるところですで、まあ、あと10分ぐらいしたら1時になるので、まあ、もう来るかなと思うんですけど入ってないことでねちょっと今日は美味しいねご飯を食べれるということで来ましたんで、楽しみに待ちたいと思いますということでありがとうございますありがとうございます Vlog 撮ってますよ Vlog 出てる初めて来た初めて来ましたよ鰻の柳川やっぱ鰻は柳川が有名ですからねじゃあ行きましょうお重を開けてみる失礼しますやばいやばいいただきます別々なんだ、うん、いただきますこれもそっか、音なし、音ありでもできるといいね。うん。で、200。はい、そうです。テレスの時にね。すごい。ここ上もあるけど、2階。下までキックオフで、結構な、うちはおばちゃんとか多いけど、2階で金券。だけど、もう昼産地で。そう。1000円弁当で、ちょっと高級に行きましょうっつって。安住さんも来とった。入ってすぐそうそうあれすいませんお疲れ様でしたまたねありがとう宮城社長お互い頑張りましょう頑張りましょうはい夏休みで夏休みで一室です一室です割れそうになる日何にもする気力がないしまたわわわしみてまね一人ある中からからさあライさん動画です。動画でした。お疲れでした。痩せた？痩せたかな？大丈夫？鳥の糞乗ってない？うん。いやいや、そこで寝るとよ。キャンプキャンプ。そう。キャンピングカーで。キャンピングファイヤー。はい、立って。はい、立って。はい、立って踊って。はい、ダンス。ダンス、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 ダンス。